皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。突然ではあるのですが、皆さんと一緒にソロギターを練習したら面白いのかなと思って、ソロギターの解説動画みたいなのをちょっと撮ってみようかなと思った次第でございます。実は私、滝沢勝成、このソロギターというスタイルが割と得意でございまして、結構その演奏するんですけれども、最近ツイッターにこうね、ネタっぽくなんかこのソロギターにアレンジしたものをちょこちょこアップロードしてるんですよ。で、ふと思ったんですけど、意外とこういう演奏動画とかの解説ブレイクダウン見たい人っているのかもしれないななんてことをふと思ったので、ちょっと今日は試しにですね、まあツイッターに先日アップロードした真夏の夜の夢という曲をソロギターアレンジして、それをですね、ちょっとこの解説をして皆さんと一緒に練習をしたいなと思っております。もしよければですね、アコギ、エレキ、片手にですね、ちょっとこう一緒に練習していただけたら幸いでございます。まずはちょっと一通り弾いてみます。こんな感じのアレンジです。やってみましょう。アレンジでございます。まあ、キーをですね、結構ガーッと上げてやってるんですけども、まあ、よかったら、ちょっと練習していただけたら幸いでございます。難易度としては、まあ初心者向けから中級者くらいな感じですかね。100点満点だとしたならば、僕的には68点ぐらいの難易度って感じでございます。やってみましょう。ちょっとですね、いろいろとこの専門用語がバーッと飛びやすかもしれないんですけども、その辺細かく見たい方はですね、まあ高画質に切り替えていただいて、めちゃめちゃこの拡大したりとかですね、繰り返しをしたりとかしながら、ちょっと私の手を盗み見るような感じでチェックしていただけたら幸いでございます。まずイントロからいきましょう。イントロのパートこんなん。6弦をこの2つ、あ、ちなみに2カポです6弦を2つ、ブンブンで、中指でそう、ドゥドゥ、3フレットいて、で、ドゥドゥ3、ドゥドゥ3、2、0、ここは普通にピッキングします。で、その次はハーマニング、ここ線、スライドします。こんな感じ、人差し指をこっちに持ってきて、で、また中指でこの6弦をハーマリングで、ハーマリングしたら、親指、人差し指で大円ドゥレン、6弦と5弦を弾きます。大円ドゥレンで、人差し指をこっちに持ってきて、そのピッキングせずに、するとこのスライドとプリングと、ハンマリングとあとタッピングで音を弾いてるような感じです。ちょっとこのピッキングの回数に少し癖があるんですが、ちょっとこんな感じで練習してみてください。ドドドドドドド、で、これを4回繰り返すと、繰り返したら、
ってきます、そんな感じです。メロディーいってみましょう。まず E マイナーなんで、 E マイナーからミーファーソーと0、2、3といって、C コードに持っていきましょう。 E マイナーからこんな感じ、この、メロディーをこのスライドさせます。ソーラーと、でその次 D コードなんで、ファーソファミレと、こんな感じで Em マイナーからファーシモドソーラータタタタ、ゆっくりやってみましょう。C コード、 C アドないんですけども、 C アド、ミミミファソレレレファソ、 G コードで C でレレレファソ、ミミミファソ G レレレファソ、でその次 F シャープ7なので、この6弦の部分と3弦からの3、2、3、ソーソーファミで B7、 でこの B7 のこの小指はこちらにてサス4を入れたりとかします。これをほぼほぼ丸々2回ゆっくりいきましょう。するとちょっとかっこいいです。こんな感じ。でこの B メロに行くときは、F シャープから、ここでこのウッタタタで決めて、ちょっと休符を作らないとその次のこれが弾けないんで、ウッパパパって感じで決めると良いかと思います。でここで副音ですね、3フレットと4フレットの副音で、人差し指で 2-2 の副音で 0-0 で、その次 E コードでアルペジオするので、すぐに E コードを押さえましょう。こんな感じです。Am9 ですね。で1弦の531といって F コードでいきます。次にこのね、あのラーラーソーファー、この時にこのね、あのすぐにこのベース音が入るんで、人差し指がこう押さえるんじゃなくて、正波をもうこの時にするっていうところがポイントですね。ラーソーファーミーで B7 のレレドレミで、この時に僕はこの6弦の開放プラス245の、パワーコードっぽい感じで、やってます。このままクロマチック半音で決めと別のパターンとして、こんなことも考えたんですけども、ちょっと今回やめました。 A4 C シャープと B4 D シャープで、こんなのもありな感じがしますよね。ちょっとやらなかったけど、 A4 C シャープ B4 D シャープで E にで、その次メロディーアミーシー
ソラで、このミシソラの時に Am なので5弦の開放と人差し指でこの Am のコードトーンを弾きましょう。ミシソラシラで、この時に D コードに行くんですけども、 D ナインスでもいいと思います。こんな感じで、けどちょっと今回はそのフラットナインスを入れております。トゥントティッ、フラットナインスいきます。でその次 Em に行くんですけれども、この Em9 このブーンから5432か、こんな感じで、このちょっと押さえるとこ多めにしておりますね。 Am からフラットナインス D で Em のナインス、ミソミシソラ、この辺一緒ですね。でその次タタメロディーがこの C の音に行くんですけども、コードは G コードなので人差し指をこうガーンと伸ばしてこんな感じでいきましょう。でもし余裕があれば、休んでも面白いのかなと思います。でまた同じようにミシソラ、また繰り返しって感じですね。ちょっとごめんなさい、チューニングさせてください。なんかチューニング怪しくなってきた。で D のフラットナインスからでまた Em9 スに行って、でミファソドで C5 でいきます。ミファソドで D C D コード D のラファレシで開放のミに行って、そんな感じの内容でございます。いかがでしょうか。ちょっとその塩梅で、最初からゆっくり、弾いててみましょう。ちょっとこの気になるところを何回も何回も繰り返してみていただけたら幸いでございます。いきます。Thank you.
パターンです。ちょっとね、細かく解説し続けると、本当めちゃめちゃ長くなっちゃうんで、ちょっとざっくりした説明ってしまって申し訳ないんですけども、まあ基本的にね、まあ動画があるので、残っているので、まあ目コピー、耳コピーで頑張ってやっていただけたら幸いでございます。そんな感じです。もし何かリクエストとか感想とかありましたら、お気軽にコメントしていただけると幸いでございます。それでは、サクッと、しておりましたけども、以上とさせていただきます。頑張って練習してみてくださいませ。イエス。ではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。